マロチラートとは、肝疾患を治療するために、蛍光投与で用いられることのある医薬品の一種で、ある。例えば、大小性肝抗変に対して、肝機能の改善を目的として使用される。なお、類似物質として、イソプロチオランが知られる。プロパン23の肝陽名を、マロン酸というが、マロチラートはマロン酸の誘導体と説明される、場合もある。分子構造中に、 実用ランカ感を持っており、分子式は C12H16O4S2 で、分子量は288.38である。常温常圧において、わずかに黄色味がかった個体として存在する。やや光に対して不安定であり、長時間光にさらされると、次第に色が濃くなってくる。マロチラートの個体は、メタノールや酢酸エチルやクロロホルムに溶解しやすく。 エタノールやヘキサンにも溶解する。一方で、分子構造を見れば明らかなように、マロチラートは極性を持った分子ではあるものの、代表的な極性溶媒である水にはほとんど溶解しない。人にマロチラートを経口投与した場合、肝障害の有無によって薬物動態が大きく変化する。具体的には、健康な成人と比べて肝硬変患者の場合は、 マロチラートの代謝が遅れる傾向にあり、最高血中濃度などは高い傾向にあり、さらに半減期も遅い傾向にある。マロチラートは体内に吸収されるとエステル結合部分の加水分解や場合によっては、包合を受けてから主に腎臓から尿中に排泄される。一方で、便中にマロチラートのままの状態で排泄されたのは 200mg を単回で、 蛍光投与した場合、投与量の0.04%程度とわずかであった。なぜマロチラートが肝臓に様々な作用を引き起こすのか、完全には解明されていない。ただ、ラットの肝細胞を培養した実験系を用いた結果、マロチラートを添加した場合、肝臓で合成されるすべてのタンパク質ではなく、一部のタンパク質の生合成の促進することと、 アルブミンなどの一部のタンパク質を肝細胞外へと分泌を促進することは確認されている。また、肝臓で合成されるコレステロールは、動物の細胞膜の健全性を保つためには、欠かせない分子だが、同じラットの肝細胞を培養した実験系にマロチラートを添加した場合、コレステロールの生合成の原料であるメバロン酸を合成するまでの過程を促進している。 ことが示唆された。しかし、ラットの肝細胞を培養した実験系で、マロチラートがメバロン酸により、先の反応は促進しない。マロチラートを、ラットや人などに、蛍光投与すると、吸収されて肝臓へと入り、分子内のエステル結合が切られたり、その後に縫合を受けたりといった代謝を受けるなどして、様々な化合物を生ずる。 ラットの肝細胞を培養した実験系では、マロチラートだけではなく、これら肝臓での代謝によって生ずる様々な化合物も影響して、いくつかのタンパク質やコレステロールなどの肝臓での合成を促進していることが示唆された。ラットにマロチラートを投与すると、肝臓の再生を促進する効果が見られた。また、肝障害モデルのラットにマロチラートを投与すると、 肝障害のために合成量が減少したコレステロールの合成を促進し、さらに、いくつかのタンパク質の肝臓での合成も促進する。上に、これらの血中への分泌も促進する。他に、肝障害モデルのラットの肝臓で、過酸化状態になった脂肪を減らす作用も見られた。加えて、正常なラットでは、肝臓での RNA の合成も促進することが見出されている。 人においては、肝硬変の患者にマロチラートを投与すると、肝障害のために低下していた血中のアルブミンなど、肝臓で合成されるいくつかのタンパク質の血中濃度を改善し、同じく肝障害のために低下していた血中のコレステロールの濃度も改善する。ただし、マロチラートを投与した後に、食欲不振、嘔吐、発疹、皮膚のかゆみ、眠気、 頭痛などが現れた症例も報告されている。さらに、マノチラートを継続しているうちに、ALT のような肝臓からの逸脱酵素の上昇や、血中のビリルビン濃度の上昇など、かえって肝機能障害が出現したと見られる症例も報告されている。日本では、肝不全の状態が進み、横断が現れた患者、腹水が溜まっている患者、肝性脳症を発症した患者に対して、 投与してはならないと定められている。日本におけるマロチラーとの標準的な用法用量は、1回 200mg を1日に3回服用することだが、患者の状態に応じて医師の判断での増減も可能である。マロチラーとを投与した場合、副作用として肝機能障害が出現する恐れがあるため、日本では投与開始から2週間後、4週間後、6週間後には、 必ず肝機能検査を行うように定められており、その後も投与を続ける限りにおいて、ある程度の頻度で肝機能検査を行うように求められている。なお、マロチラート投与後に重篤な肝障害が出現した場合には、投与を中止する。日本でマロチラートは2016年現在において、処方箋医薬品に指定されている。マロチラートの育毛効果を調査した研究が、 存在する。マロチラートと構造が類似した化合物としてイソプロチオランが挙げられる。イソプロチオランは胃持ち病を防除するための農薬の一つであると同時に牛用の肝疾患の治療薬として用いられる場合がある。コレステロールはアセチル COA から生合成される。その過程でいくつかのステップを経てメバロン酸が作られる。 なお、このメバロン酸を合成するための酵素を HMGCOA 還元酵素と呼び、人でのコレステロールの生合成で最も反応速度の遅いステップは、このメバロン酸ができるステップである。マロチラーとは、ここまでのステップのいずれかを促進しており、または複数のステップを促進している可能性もあるが、その詳細は不明である。あくまで、 メバロン酸ができるまでの過程を何らかの作用を肝細胞に及ぼして促進していることが判明しているのみである。メバロン酸ができた後もコレステロールができるまでには多数のステップが存在する。横断、腹水、肝性脳症のいずれか一つの症状が出ていただけでもマロチラートの投与を行うと悪化する可能性があるため投与は近忌である。 ABCD 若杉淳一郎富川総白初代培養漢字質細胞の応用薬理学的研究ハットマロートレイトハットマロートレイト59937289ダチェスイ万7千4 6 4 6 3マロチラート ABCDEFGHI マロチラート頂点区分書若杉淳一郎富川総白初代培養漢字質細胞の応用薬理学的研究 若杉淳一郎、富川荘白、初代万葉漢字質細胞の応用薬理学的、研究、ハット AB 若杉淳一郎、富川荘白、初代万葉漢字質細胞の応用薬理学的、研究、ハット AB 若杉淳一郎、富川荘白、初代万葉漢字質細胞の応用薬理学的、研究、若杉淳一郎、富川荘白、 初代培養漢字質細胞の応用薬理学的、研究ハット、ニワノエトール、アクセラレーションオブレバーリジェネレーションバイマロートレイト、インポシェリーヘッポテクタマイズドラッツ、ハット ABCDE マロチラート上典部文章、岡田聖三郎、特別調査と安全性評価から、大規模試判後調査の事例マイナス J ファーマカピィミル、1九1 9 9 6 t 2 1高く踏みマロ、 矢崎吉監修、治療薬マニュアル 2016P843、医学書院2016年1月1日、発行 ISBN 978から4から260024075マロチラートの育毛公開ソプロチオランありがとうございます。